デュー・イモンドロアは、イギリスの紋章の盾の下の標語に表記されるデュー。イモンドロアは、スコットランドを除くイギリスの国章に表記される、イギリス君主のモットーである。日本語では、神と我が権利と訳される。デュー・イモンドロアは、神と我が権利に訳される、フランス語で、王は、神の恩寵を賜るイングランド君主であるということを意味し、君主が神の与えた。 支配権を持っていることを暗示するために使用されている。デューイ・モンドロワは英語訳でゴッドマイライトとされるが、ゴッドマイローファルライト、ゴッドマイライトハンド、ゴッドマイライトシャルミーディフェンドなどの英語訳も存在する。英単語ライトには右、権利、正当などの意味があり、ダブルミーニングになっている。1700年代中ほどに、 ドゥニディドロが編纂した百科全書では、モットー・デュエモンドロワを、ゴッド・イズ・マイ・ライトと訳して収録されている。1799年に出版されたキルズリー・エス・コンプリート・ペーラゲでは、権利ではなく、右手を用いて、ゴッド・アンド・マイ・ライト・ハンドと訳して収録されている。百九十六年から1八百八年に、ドイツで出版された、ブロックハウス・エンズ・クロピディの初版では、 ドイツ君主の任命と体官で右手を掲げるということを強調していた。マルタ共和国バレッタのメインガードに残るイギリス王室の紋章とモットーデューイモンドロアは、リチャード1世が1198年の地蔵の戦いで完成として用いたのが初出である。この戦いでイングランドのリチャード1世は、フランスのフィリップ2世を打ち廃化し、後に自身のモットーとした。 中世ヨーロッパの信念には、より優れた軍隊の側が勝利するのではなく、神が賞賛した軍隊の側が勝利するという、戦いによる、個人裁判であるという考え方があった。そのため、リチャード一世は勝利の後に、それを成したのは我々ではなく、我々を通して、神と我々の権利が成したと記している。リチャード一世は、自らは優秀ではないが神に認められた階級に、 生まれたと神聖ローマ帝国皇帝に話したときに、それが真実であると信じていると語った。15世紀に、ヘンリー5世は、イングランド王国の王室紋章のモットーにルーイモン、ドロワを採用し、その後のイングランド王国及び後に、イギリスのモットーとして、一般的に用いられている。一方で、王室紋章は、君主固有のモットーを掲げている場合もあった。 例えば、エリザベス一世と安城は、ゼンパイ・イーデム、ジェームズ一世は、ベアチ・パッチ・フィチをモットーに掲げていた。イングランド王国の王室文章に、イギリス英語ではなく、フランス語を用いることは珍しいことではなく、ノルマン・フランス語は、ノルマンディの征服王とプランタジネット朝の支配に、従う英国王室朝廷と支配階級が使う、主要な言語だった。 王室紋章の記録には古フランス語の他のモットーも残っている。例えば、ガーター勲章のモットーは、ホニスワクイマルワイペンセで紋章の盾の背後に表記されている。現代フランス語のスペルでは、ホニは本人に変わっているが、モットーの表記は変わっていない。イギリスの国章には、モットーデューイモンドロアが盾の下の帯に大文字で掲載されている。ただし、 この文章、モットーは、イギリスの中でも、スコットランドでは異なる。スコットランドでのイギリスの国章のモットーは、in my defense g o d me defend であり、文章の盾、帯も異なる。イングランドのヘンリー・ハドソンは1612年に、デュエモンドロワという単語を使っていた。この単語は、ヘンリー・ハドソンは最上位の支配階級であり、他者に従属する進化ではないという意味で、 解釈されていた。デューエモンドロアは、インドヨーロッパ語族の使う、ラテン語でも16世紀から17世紀には、熟語として存在している。他には、ダービーシャーにあるハードウィックホールのハイグレート、チャンバーのマントには、デューエモンドロアが刻印された、王室紋章がある。アレクサンダー・ハミルトン率いる、革命派のニューヨーク民兵ハーツ・オブ・オークは、 ゴッドアワーライトの文字の入った赤いバッジをジャケットの胸につけていた。ビートルズはジョークモットーとしてドイとオンモンデイをあげていた。また、ハリー・ニルソンは1975年にアルバムドイとオンモンデイをリリースしている。ありがとうございます。